どうも皆さんこんにちは。簡単ウクレレ教室ガズレレのガズでございます。今回もまたこの小さなウクレレを使いましていろいろな曲に挑戦してみましょう。クリスマスまであともう少しです。最近はクリスマスの時に盛り上がれる曲をいっぱいあげてるんですけれども、ガズが今まで取りためたクリスマス曲ここにまとまってますので、ぜひ皆さん一緒にウクレレ弾いてもらいたいと思うんですけれども、今回もいい曲ですよ。はい、あの曲です。この時期になると聞くあの曲、ケンタッキーフライドチキンのコマーシャルによく流れるやつです。クリスマスが今年もやってくる、あれです。あれをやりましょう。あの曲はですね、素敵なホリデーという曲で、竹内まりやさんの曲なんでございますけれども、あの曲をガズレレ流超簡単シンプルバージョンにして、このちっちゃなウクレレでやってみましょう。いつものように2バージョン、最初のバージョンは初心者様の方でもなるべく簡単にできるように、簡単にしたガズレレオリジナル超シンプル簡単バージョンやって、後半はちょっとかっこいいバージョン、はい、これやってみたら最後までご覧になってください。さあ皆さん、このちっちゃいウクレレ簡単なんですよ。この簡単なウクレレで、みんなが喜ぶ曲、自分が喜ぶ曲、思い出の曲、大好きな曲弾いて歌っちゃいましょう。弾き語り、これ最高に楽しいんですよ。で、他の楽器ではなかなかうまくいかない、ウクレレだったらうまくいきますよ。簡単ですから、奥も深いんでね、ずっと続けられます。ぜひ始めましょう。今ご覧になってるガズレレ YouTube チャンネルだったらいつでもどこでもスマホでも見れるし、洗濯機回ってる間のちょっとした時間でもちょっとこう触ってちょっとできるんですよ。はい、しかも無料ですからね、 YouTube は。ぜひ始めてください。ここにもうちょっとしたリンクあります。このリンク先の初心者レッスンはここというところに行ってもらって、数字の1から順番に動画を見ていくだけであれ弾けちゃったってなりますからね。じゃあ行ってらっしゃい。初心者レッスンここをクリック、ガシッ。いってらっしゃい。そこにはすでに私が取りためた650曲、もうそろそろ700曲いくんじゃないかな。シンプル簡単バージョン、なるべく簡単にしたウクレレレッスン動画がもうアップロードされてますからね。皆さんぜひいろんなとこ見てください。さっきのページの下の方に行くといろいろジャンルが分かれてますんで、ありとあらゆるジャンルやってます。ぜひ始めてください。さあそれでは早速いきましょう。素敵なホリデー、シンプル簡単バージョンからやってみます。近づいている冬の足音、耳を澄ませば聞こえる鈴の音。ワン、ツー、スリー、フォー。探りで止めたと雪の気配、始まりを告げる素敵な季節が、 Happy Holiday, Happy Holiday, What a glorious time of year。 すやすやと眠る子供たちの手に抱かれたテディベアも、もう待ちきれない、クリスマスが今年もやってくる。悲しかった出来事を消し去るように、さあパジャマを脱いだら出かけよう。少しずつ白くなる街路樹を駆け抜けて、クリスマスは誰にもやってくる。もし一人ぼっちでも寂しがらずに、心に住むサンタに呼びかけて、幼い頃の夢を思い出してごらんよ。メリークリスマス。せーの、ガズレレ流シンプル簡単バージョンで素敵なホリデーやってみました。いかがだったでしょうか。これはですね、ちょっと見たことないコードがワンワン出てきたでしょう。大丈夫です、今から説明します。安心してください、簡単ですからね。で、まあ、コードの解説、今、これからするんですけど、最初はね、やっぱり書き出してください、ノートに。テロップ、動画内のテロップを書き写すのもいいし、私のこのメモ書きの、これがガズレレ歌本の元になってるやつですからね、見ていただきましょう。前奏はね、これ、結構、
ラフに言っていいと思うんですよ。 C メジャー7いきなりゲーって感じでしょ。安心してください、これ簡単ですからね。まあまず最初メモって、はい。でこれちょっと特徴があって、このここでいつも1ブロック4回じゃないですか。ちょっとね文字が多いんで、この1ブロックをここまで拡大して表記してますから、この何この CADDQ とかって思うでしょ。これも簡単ですから安心してください。私はね皆さん安心させるためにこう簡単にしてますから、まあこの文字に踊らせないように、これ簡単ですから後で解説しますね。まずはメモってください。まずここまでいけるかな、 A メロで一時停止、はい。ここで1,2,3,4ってことは、これ1個ずつ弾くってことだよね。ここで4回弾くわけだから、この長さがここに拡大されてますからね。じゃん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 、1,2,3,4です。ここは1,2,3,4,1,2、はい。ここの4行だけちょっと拡大版で表記してます。でちょっとここに書いてないんですけど、ここ見てください。前奏一回し1回って書いてある、この1行をここの間に前奏として入れてます。ちょっとこれ注意しておいてください、はい。まあテロップと示し合わせながら見てくださいね、一時停止。はい、じゃあここから次いきます。ここがこの1行が B メロなんですよね、はい。でいつも言ってるんですけど、この下の段にくるって囲ってるやつは後半やるかっこいいバージョンで、今やったのは上のバージョンでやりましたんで、はい、ご安心ください。ですか。じゃあ、ここからサビが続きます。ここも下に書いてあるのは、これから後半やるかっこいいバージョンで、今のは上の段をやりました。C7 ぐらいはわかるかな。はい。じゃあ、一時停止でメモってください。これ、ガズレレショートカットバージョンで1番をスーってやって、最後、サビを1回加えたっていうバージョンになっておりますんで、フルでやりたい方は、このご自分で全部書き出してください。で、素敵なホリデー、原曲はね、最後キーが盛り上がる、上がるんですよ、キーが。で、キー上がると難しいんで、まあ、ガズレレではキーは上がらないってことになってます。上げたい方はですね、カポをここにやるとキーが上がりますんでね。はい。こんな感じになっております。はい、じゃあコードの解説いきましょう。まず今やったシンプル簡単バージョン。これ、見てください。C4 つ。なんと。これ全部 C 絡みなんですよ。ちょっとこれ、保留にしとこうか。あと Am、F、Dm、D7、Gm7。ここまでは、これは今からちょっと説明する。この基本コードは、実はですね、ガズレレ必須コードといって、ガズレレの今ご覧になってる YouTube で一緒にセッションしたいときに覚えた方がいい。8個のコードがあるんですよ。8個。その8個のコードのグループをこのガズレレ必須コードと命名してましてね、必須でしょ、覚えてください、これ。これ以前私がめちゃくちゃわかりやすく解説動画、ここに貼っときます。ここで。コードを勉強してください。これ超基本中の基本で楽しく覚えられる動画なんで、ぜひマスターしてください。じゃあ、ちょっとこれ今日解説しよう。ディープにね。まずこの C の4つ、これいこう。C7 から。C7 は思ったより簡単。ここです。1個だけ。普通の C はここでしょ？ C7 はここ。安心しました。その次。この大文字の M はメジャーです。ちっちゃい小文字の M はマイナーです。これ C メジャー7って呼びます。これは、ここです。わかる？ C はここ。C7 はここ。C メジャー7はここ。楽でしょ？この文字に踊らされないように、なんとなくイメージで覚えるといいと思います。C と C7 と C メジャー7。はい。で、今日ここがとっておきだな。C、ADDQ。C、アドナインスって呼びます。これは C に3弦の2フレット足したら、C を押さえて、ここです、ここ。C に、ここを押すと、C、アドナインスってコードになる。つまり最初の、寝ぼけた頭にの A メロの歌い出し、こうです。C、C アドナイス。C、C アドナイス。これ一個だけ足すだけですからね。思ってる楽でしょ？コード表を見たときは、わーっと思ったかもしれないけど、これがガズレレ流ですよ。これを気楽にやって、指はね、この指でもこの指でもどっちでもいいや。夜中に、ねね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 、ハッピーホリデー、ハッピーホリデー、ねねねねねね。はい。これを使ってください。この4つ。C の 4兄弟かな。はい。これはね、マスターしておくとできるようになります。やりましたね、皆さん。はい。じゃあ、ここからかっこいいバージョンの解説をしていきます。かっこいいバージョンに出てくるコードを、どこで出てくるかっていうと、ここに出てくるんですね。どこだっけ？ここだ。ここ。すやすやと眠るんところ、G マイナー。これ、通過の時 G マイナー、ここに入ります。で、あともう一個 F マイナーは、サビで出てくるんですよね。ここで F から F マイナーにということでなってます。まずじゃあ、G マイナーからいこうか。G マイナー、ちょっとね、癖がある。ここと、ここと、ここを押さえます。なんで、こういうふうに押さえるか、あるいは小指でもいいかな。ここと、ここと、ここですね。ここをパッと押さえる。もし難しかったら C7 でも無理やり引っ張れるかなというか、シンプルバージョンはここ C7 で、簡単にしました。あと、F マイナーですね。F マイナーってコードは、なかなか初心者の人を最初に突っかかるコードなんですけど、押さえる場所、ここと、ここと、ここですね。こうやって押さえるのが一般的だと思います。こうね。で、私は、こうやって、親指で上からこの4弦の1フレット押さえちゃう。はい。
F マイナーあった方がね、やっぱりここね聞いてて、クリスマスが今年もやってくる、いいでしょ。これやらないと、クリスマス今年もやってくる、まあおかしくはないけど、やっぱり F マイナー弾けた方がかっこいいんでね。まあ弾き方こっちでも親指使ってもどっちでもいいんで、まあできる方は挑戦してください。あとリズムなんですけどね、これはですね案外ね、私のイメージだと、この例えばサビでね、クリスマスのこう総理が進むっぽく、クリスマスが今年もやってくるって、こうウキウキ気分もいいと思うんですけど、今回は竹内まりやさんの原曲っぽく四つ弾きっぽい感じ、スクマスまあ、つまりですね、分かりやすく言うと、このワンブロックのリズムを8回弾くと取られちゃうんですよね。例えばサビで言うと、ここ、クリスマスが今年もやってくるじゃないですか。それを、じゃん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 、倍で取っていくような感じの、やり方が面白いかなと思います。で、アクセントを聞いててください。サビいきますよ。クリスマスが今年もやってくる。アクセントジャンジャンジャン、交互、強い弱い強い弱い強い弱い、これでグルーブをちょっと出しましょう。なんで、ノリ重視というよりはここ淡々と進むようなイメージの方がこの曲の原曲に合ってるかなと思いましたんで、特に難しいことはないと思いますが、まあそんなイメージで、なんかディズニーみたいな雰囲気なんですよね。曲の持つイメージがクラシックっぽいっていうかですね、そんな感じもちょっとグルーで表現できるように、グルーブ中心というよりはこうなんていうのか、オーケストレーションの雰囲気がちょっと出ているのかな。まあイメージ優先ですからね、大事だと思います。はい、そんなことを踏まえながらですね、かっこいいバージョンをやって、あともう一個決めがあると、ここ面白いんですよ。ちょっと聞いてくださいね。クリスマスが今年もやってくる、ここ悲しかった出来事を消し去るように、悲しかった出来事、 1,2,3 ここジャン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 、3回決めたい。ここ見てくださいね、丸書いてある、ダン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 、全部ここがこう決まってます。ここはですね、ちょっとピンク色でコード書いておきます。決めんところは。はい。三段段、段段だって3回で止めるだけです。こんなところ入れるだけでちょっとメリハリが出ますからね。もう一箇所決めがあります。A メロです。ちょっと聞いてくださいね。寝ぼけた頭に響く目覚ましを、今目覚めた後雪の気、CG7C。ここちょっと細かいです。雪の気、はい、ベベ、レレレンレンレン。こんな感じ。CG7C。ちょっと細かい尺で CG7C、ここ決めますからね。はい。じゃあ、素敵なホリデー竹内まりやさん、ケンタッキーフライドチキンの CM でおなじみのクリスマスソング、かっこいいバージョンやってみます。ワン、ツー、スリー。近づいている冬の足音、耳を澄ませば聞こえる鈴の音。ワン、ツー、スリー、フォー。寝ぼけた頭に響く目覚ましを、手探りで止めた後雪の気配、始まりを告げる素敵な季節が、ハッピーハリーデイズ、ハッピーハリーデイズ、すやと眠る子供たちの手に抱かれたテディベアも、もう待ちきれない、クリスマスが今年もやってくる、悲しかった出来事を消し去るように、さあパジャマを脱いだら出かけよう、少しずつ白くなって抜けて、クリスマスは誰にもやってくる、もし一人ぼっちでも寂しがらずに、心に住むサンタに呼びかけて、幼い頃の夢を思い出してごらんよ。せーの、じゃかじゃん、かっこいいバージョンやってみました。どうですか、シャン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 、このリズム、シャンシャンシャン
ンシャンでジングルベルみたいな感じ、イメージです、イメージが大事ですからね皆さん。シャン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 、だから、まあ、クリスマスソングの時この腕にするね鈴があるんですよ。それをやるとねシャンシャンシャンってこういう鈴が出る、 おすすめでございます。これサビのところはね、もうそれこそあのケンタッキーフライドチキンを食べながらみんなで歌いたいやつですね。さあ皆さんこの曲どんどん歌ってください。クリスマスにはこれいいですからね。はい、ありがとうございます。ドン、ガズレレホームページご覧になってください。ホームページにはいろんなこと書いてありますから、ね、はい、ここにリンク貼っておきます。よろしくお願いします。はい、ガズレレ11月は関西行きますよ。皆さん関西の皆さん集まってください。ここ11月24日は和歌山、11月25日は大阪、これ楽しみです。関西待っとってや皆さん。お一人様でも大歓迎。ウクレレ持ってきてください。ウクレレを持ってきてね、いろんな曲弾きましょう。そこでもしあの機会があればドン、こちらの CD、レッツゴー最高、ガズが出した CD2 枚組の CD で、その中からちょっと超簡単曲とかもセッションしましょう。で、これ大好評、今 Amazon で発売中です。タワーレコードでも今後発売になります。はい、こっちの CD もすごくいいんですよ、自分で言っちゃうけど。で、これはですね、ガズの音楽聴いてよっていう意味もちょっとあるんですけども、みんなでこれ教科書みたいにみんなで弾く題材にしようよということで、この9曲来年2019年9月1日に行われる日比谷野音ガズレレ、これも撮ってるんですよ。みんなでこの企画大合唱しましょう。今から練習しといてください。じゃあ CD の情報などここに貼っておきます。よろしくお願いします。はい、ガズさんいっぱい本出してます。はい、こっちは主婦の友社から出ているいいこと言ってる本、私こう見えて骨髄移植してるんですよ、白血病になっちゃって、その時に見えたいろんな景色とか音楽とか豊かさとか書いてます。はい、こっちは初心者用ウクレレ教則本、リッドミュージックから出ています。はい、大好評ですごく売れてます。ありがとうございます。そんなこんなで楽しく音楽をやるクリスマスなんてね、いいですよ本当。もうね、あのイベント多い方がいい。その時にこうやってウクレレでみんなで歌いましょう。やっぱ音楽がある人生っていうのは豊かで素晴らしいですよ。皆さんもそれを奏でる側に回りましょう。ありがとうございました。ガズレレでした。チャオ、バイバイ、キッ。